はい、ということでね、つかっちゃんです。よろしくお願いします。で、前回ね、本棚ね、紹介しましたけど、あっちの本棚とは違うね、本棚の方ね、紹介しようかと思っています。前のね、本棚はね、これ向かいにあるんですね。向かいに、で、こっちの本棚のシュッと向かいにあるということですね。なんでね、今回こっちの本棚ね、第2部ということでね、紹介していこうかと思います。で、まずはここですね、集英社文庫が並んでるんですけれども、まあここ紹介しようかと思いますけど、これ堀江さんとかで、永遠の2分の1ってあるでしょ、これね、スバル文学賞なんですよね。で、集英社ってスバル文学賞持ってるんで、集英社からはスバル文学賞作家とかよく出るんですね。で、こう金原ひとみとかもね、こう蛇にピアスとかも集英社なんですね。うわ、ここ順番狂ってんな。じゃあ順番直します、後で。トモグイはね、田中伸也のトモグイは芥川賞取ったけど、スバルで掲載してたから集英社が出たんですよ、ね、掲載先の雑誌によって芥川賞作品とかも出版社が変わってくるんですね。だからそこら辺見ていくとね、純文学とかね、面白いですよ。で、中上賢治でしょ、王権とかね、で、僕の好きな三浦純とかね、この辺あって、で、金原ひとみ、谷純ね、谷純もう一冊ないんですけどね。で、中村文乃って、これクンデラね、クンデラのね、これかっちょいいよね。なんかよく見るやつだけどね、この意味ありげなね、表紙のやついいですね。で、羽田圭介先生ね。で、こっちのね、古めの集英社文庫ね、今こっちのなんかピカピカしてる集英社文庫ありますけどね、まあ昔の集英社文庫もまあ僕好きですから、この辺もね、スバル文学賞で、源ちゃんでしょ、堀田芳恵、まあこの辺もスバル文学賞系でしょ。で、中上賢治いいですね。中上賢治も多分ね、3、5なんで足りてないですね、1冊ね。で、これ中山果歩さんね、中山果歩さんもいいですね。このデビューのとこですか、中山果歩さんのデビューですよ。猫背の王子、天使の俺ね、白いバラの淵まで、ジゴロね。で、これでね、白いバラの淵までで山本周五郎賞を取ってますね。で、デビッド・ゾペティで、正彦、竹本野原とか、この辺いいですね。バナールはゲル賞一時期高かったんですけどね、今どうだろうか。で、この辺とかね、三木拓ね、三木拓とか、まあ、この辺は大体ね、スバル文学賞系ですけど、で、こう上もね、で、ここ小野正嗣、中島太鼓で、日野敬三とか結構渋めので、ジョージも、これ森陽子さんって実は第1回スバル文学賞なんですね。第1回ジョージで取ってます。で、ここの清水博子さん、またね、紹介したいんだけど、なかなか渋いですよ、清水博子さん。で、この辺とか津村菊子とか藤野香織とかで、この辺、あ、トゥーさんね、トゥーさん揃ってるんですよ、フィリップ・トゥーさんね。で、カメラ・ムッシュで、テレビジョン・タメラ・浴室ね。で、あとこれはなんだ、ここも、いや、渋いな、津村節子で、星野智之、三浦純で、プイウですね、クモナのキスですね。いやー、ここね、もうね、本棚ね、入れる場所ないんでね、こう縦に入れてんですよ。下に行きますとね、集英社文庫はね、ここで終わりなんですよ。でも、集英社これだけかって言って、あと新潮文庫ね、これカミュですね。カミュはね、こんだけあるけど揃ってないんですね。これ惜しいですね。もう何冊かある。あと3冊あると思うんです。3冊揃えたいんですけどね。神のね、マイナーなやつとか結構ね、高騰するんですよ。でね、なかなか手に入らないというか。で、これ次、ヘミングウェイね。これ前1巻手に入れましたけど、これもまだね、足りてないです。全然。7、8ですからね。この間とか、全然ないですね。で、ティファニーで朝食を。カポーティ。カポーティも揃ってないんだけどね、全然ね。で、ポーね。ポーは揃ってんのかな。ね、黒猫、コガネムシね。これコガネムシじゃなくて黄金虫って読むのが正しいってどっかで聞いたことあるんですけどね、まあわかりませんけど。で、エフスキーね、ドストエフスキーも全然ないですね。トルストイとかも全然ないんじゃないかな。あ、トルストイあった。トルストイももう復活しかないもんだって、もう全然ないもん。あんなカレーニーなとこもないから、もうこの辺もね、いつか揃えなきゃなーって思ってます。本当にブックオフ行ったらね、今の時代売ってたりするからね。で、ジョイスでしょ。サリンジャーね。サリンジャーの、これいいよ。大工よ。屋根の梁を高く上げよ。で、シーモア女将ね。結構、ナインストーリーズと、フラリーとゾーイは有名だけど、これね、三つ目のね、大工よ。屋根の梁を高く上げよ。シーモア女将はね、まあ、マイナーでしょ。これ、春樹訳さないかな。で、次は、ケルアックね。で、ガルシャマルクス、イプセン。
モーリアック、メルビル、フォークナー、ね、ボードレールで、はいね、カフカ。カフカも、これ1、2、4じゃないですか。で、3がないんですよ。で、これは噂によると、城の違う翻訳家が訳してるバージョンが3らしいんですよね、おそらく。でもね、詳しくは分かんないの。なんか情報知ってる人教えてほしいわ。カフカの3番は何なのかっていう。教えてほしいですね。フィッツジェラルドでしょ。で、ここもいいですね。ジーキル博士とハイド氏、肉体の悪魔、狭き門、初恋、ダブリン、市民、人間嫌いですね。で、こうゴールズワージ、ソルゼニーツィン、こういう2つ読みにくいけど。で、ベルヌ、リューケ、ブコースキーね。渋いな。ジャック・ロンドン。で、サガンもね、集めたいんですよ。サガンって麻吹富子さんっていう人が翻訳してんですけど、麻吹一族なんですね。日本文学のね、伝説の一族っていう人がいて、それが麻吹一族っていう人なんですよ。麻吹マリコさんって言ってさ、芥川賞取った人も麻吹一族なんですよね。で、スタインベックね。で、ここは、ゲーテ、モーム、アナイス、ニン、モーパスタ、ボードレル。渋いな。渋いな。これってさ、この悪の花の表紙ってさ、あれだね、明らか。これムンクじゃないか。ムンクだね、これ確かね。これムンクのマドンナっていうやつだったね。で、それ下行きますと、ね。ここね、太宰治ね、全部揃ってんですよ、僕。太宰治。で、これ晩年から始まって、斜陽、美容の妻とかね、人間失格とか超有名どころが並んでいますけど、最後、地図初期作編集で全部完結ですね。これ18で終わりなんですよ、太宰治。で、全部揃えました。で、その後ね、開古武先生ね。これも揃ってないなぁ。開古武先生もね、1、9、22、23、24だから、全然揃ってないし、これね、闇三部作って言われるやつあるんですよ。で、それが揃ってないでしょ。全然。2個しかないからね。で、その後、中村文則ね。中村文則も、2、3、4、5でしょ。これ1がないんですよ。1が10なんですよ。10って川出文庫でも出てるじゃないかと言われるね、奇形もおられるかもしれんけど、これね、新潮文庫でも10出てるんですよ。だからそれが1なんですね。もともと中村文則って新潮新人賞でデビューしてから、本来だったら10はやっぱ新潮から出てるんですね。で、次中村健太ね。健太もね、号がないね、これ。どうで死ぬ身の人踊りみたいなやつだと思うんですけど、それがない。ね、宮沢賢治ね。石原慎太郎もね、まだ4冊ですからね。1、8、9、11ね。うん、川上美恵子ね、安倍和式原油早急、この辺はもう現代作家のね、もう今有名なっていうところでしょうね。で、河野太鼓とか車で超日記とか、この辺も揃ってないけどね。で、ここね、あ、総合ね、僕総合2冊同じの持ってるんですけど、これ第1回の芥川賞取ったやつなんですよ。で、これはね、結構高騰するんですけど、2000円ぐらいなんですけど1冊でも、ブックオフで100円とかで売ってるんですよ。たまにあるよ。だからたまに見かけて、やったぜと思って集めてるんですよね。で、まあ、しまおとしお。で、この辺とかね。この辺とかも乱雑に入れられてるわけだけどね。小林教授、なかなか渋いよ。で、その後、知恵子賞とかね。北森生先生と芥川賞取ってるんですね。で、まあ、大辻勝彦も芥川賞取ってるけど、これは。あ、これ、サルトル、水入らずと、あと、三田正宏は、小説の書き方みたいな、これ集英社文庫だけど、小説の書き方みたいな3部作なんですね、これね。みんなで知ろう文学史とか、小説を書こうみたいなやつなんですね、これ。早稲田大学かなんかで教えてたんですね。で、これ最後の段ですね。今回最後の段いきますけど、これはもう白い新潮文庫ですね。新潮文庫はね、いっぱいあるからね、昔からあるからね。で、この辺なんか、近代文学とかでしょ、ですけど戦後とかね。で、上田瓶とか林京子、日野恵三とかね、双葉亭四名とか三好達治とか、この辺渋いでしょ。渋王ですよ、ほんと。渋王の、ね、メンバーでね、結構この辺もね、やっぱ揃えてるんですね、僕としてはね。で、近代文学の流れ分かるようにしたいんですけどね、尾崎紅葉ね、泉京子ね、山本百合子とか小田作とかね、小林武一とか。で、芥川龍之介もね、揃えたいんですけどね、これしか持ってないな。もっとあるでしょ、芥川龍之介なんか。もうめっちゃ揃えたいですね、この辺ね。高志、明子、卓木、芙美子とかね、いいですね。で、浅吹真理子さんとかね、この辺現代作家に入りますけどね。で、稲垣太郎とかね、やっぱ飛びたいいですよ。僕ね、大阪出身だから大阪の話とか結構ね、好きなんですよ。で、鹿島田真紀とかね、この辺もね、芥川賞作家系の流れが入って、
と赤塚源平とか堀田芳恵とか高井雄一とか小柳とかね、この辺とか荻野アンナとかもねいいですね。これを上紹介して終わりますけど、ここも王女の涙、夢の、こういう夢の壁とかこの辺全部ね芥川賞取ってるやつなんですね。でこっちも乙女の御子とか沢田陽子先生とかね、ベティさんの庭とかも芥川賞、私たちに許された特別な時間の終わり、岡田斗司夫ですね、岡田斗司夫じゃないよ。で谷崎潤一郎もね、こんだけしかないんですよ、もっと集めたいね。これもちょっとアマゾンの欲しいものリストに入れておこうかな。あ、これジンギーね、この前買ったやつですね。で伊藤聖子さんね。でまあそんな感じで、今回はねここまで紹介しましたね。で次はこの下に行きたいと思うんだけど、まだ新潮文庫とかあるんですけど、新潮文庫かな基本的には、ただちょっと違うレーベルとかいくつか入ってますね、まあ、左とかもいっぱいねレーベルいっぱいあるんで、ということで、はい、今日はねおしまいでございます。またね、本棚動画撮ろうと思いますんでよろしくお願いします。ではでは、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。では。